タロ散歩チャンネル。ということで皆さんおはようございます。ハローでございます。本日2021年の10月2日土曜日、今ですね余市駅まで来ちゃったんですよ。今日は余市からスタートします。で今10時ちょっと過ぎぐらいなんですけれども、今日はですねこの余市からスタートしまして、この余市駅のところを10時55分に発車する赤井川村行きのバスに乗りまして、今日は赤井川に行こうと思います。まあ、ちょっともしかしたら聞いたことのないようなあの町の名前かもわからないんですけれども、今日はねそちらの方に行って、まあ何をするかっていうと、まあ相変わらずうちの給湯器が壊れたままなので、ちょっと赤井川に行ってお風呂でも入ってこようかなっていう、まあ、ただそれだけです。でついでにちょっとね街の様子も見てみたり、そしてもうちょっとね寄り道もしてからそれで家に帰ろうかなっていうふうに考えてるので、まあ、その辺の様子をお伝えできればと思いますので、まあ、本日も何卒一日よろしくお願いいたします。ただ地味にですね余市駅40分ぐらい待ち時間があるんですよ。そして朝10時とはいえ、私ねもう全然ね朝ごはんを食べてこなかったんで、それで何か食べたいんですけれども、10時台になんか食べるところ空いてるかな、まあ、コンビニでもいいんですけどね。でも、まあ、もしねあの最悪それっぽいものがなければ、ここのエルプラザっていうところに、まあ、なんか食べるものあるっちゃあるんで、それでなんか軽くつまもうかなと思ってます。まあ、もしくは赤井川村行けば、まあ、あの今日のお風呂のところにも食事するところがあるし、まあ、今日はちょっとね食べるものもねいろいろなんかないかなっていうのを考えながら行こうと思うので、まあいいっちゃいいんですけれどね、でもやっぱり小腹が空くじゃないですか。なんやかんやね赤井川村に到着するのは1時間後ぐらいですから、その前に軽くなんかお腹の中に物を突っ込んでおきたいなという、そんな感じはするんです。ああこういうのもいいですね。北海道余市町ワイン、ワインソフトじゃなくてワインなんですね。でもねちょっとこううっすら見えるから、お店の中もなんか食べるところがあるやん。何屋さんかな、あレストランだ、レストランループさん、11時半空きか。ここが国道5号線中やつですけども、すごいですよ。いいですね、余市蒸留所入り口、こんなようなあのジュースの書き方してるのってめったにないですよ。まあ、そしてここの駅前の通りの名前がですね331、まあ、これはあの道幅だったりとか道の用途だったりとかで数字決まるんですけれども、まあ、その後ですね埋め立て新通り、この名前がちょっと気になりますよね。埋め立てたのかなっていう感じですけども、まあ、昔ここは何か水辺の何かがあってこれで埋めたのかな、どうなんでしょう。
そしてちょっと今ちょうど車通りが少なくなったのでお見せしますけれども、そう、駅前ね、余市の場合駅からこんな感じで日課ウイスキーのこういうね蒸留所の、ね、入り口が見えるんですよ。これも結構ねもう何十年も昔から建ってる建物でだいぶ味が出てきましたけれども、私もこれ3年半前にねあそこ行ってあのウイスキーの試食を試食じゃねえやウイスキーの試飲をしたっていうねそういう会があるのでちょっと探してみていただければと思います。そのうちまたちょっとそういう機会につけて行ってみましょうね。そうそう、私とコンビニかなんかないかなと思って、線路の反対側行けばあるんでしょうけれども、なんかそれらしいのないですね。朝10時台はなかなか、11時ぐらいになるとお店空いてるところは増えるんですけれども、スーパーみたいのがあります、柿崎さん。まあお惣菜とかがあればいいんですけどね、食材ですかね、こういうところってね、大体ね。あとパン屋さんとかでも空いてればいいんですけれども、こういうのもちょっと見当たんないかな。お、ちょっと待ってよ、これ駅前ラーメンせいちゃん、あ、まだシャッター閉まってますけど、これラーメン屋がありますね、こんなところに。まああの駅のところのなんか観光案内所的な何かの、あそこのところで何かしら食べ物があるからそこで何か買いますか。いや、あのここがね今日ねメインじゃないから、あんまりバカすか動画撮ってもどうかなって気もするんですけどね。あ、そう、しかもね、そう、赤井川行きのバスがどっから出るかというのもちょっと、ね、探してみないといけないですよね。ここにしましょう。駅のところのエルプラットで何か食べるもんぐらいあるでしょう。軽くお腹に入ればいいです今回は。で、せっかくね余市の街に久々に来たんで、紹介しようと思って紹介しそびれているこちらの駅前のここ、公園と言ったらいいのか花壇と言ったらいいのかちょっと分かんないですけれども、これもね前にそれこそ3年半前に来た時はほぼ雪で埋まっていたあの石碑ですけれども、あちらの日課ウイスキーの醸造所、まあ、そこのねあの設立に関わった竹鶴正隆さんとその奥さんのリタさんのその功績を、ね、記念するようなものがここに掲げられています。もう今からだいたい100年ちょっとぐらい前に、あ、その竹鶴さんという方がスコットランド、まあ、イギリス あのグレートブリテン島の北部ですね、そちらの方に留学して、まあ、ウイスキーの作り方というものをね学んできたという。で、今からおおよそ90年弱ぐらい前にこの余市でじゃあウイスキー作るべということで、それで作り始めた、まあ、そんなようなことが書いてあります。まあ、余市といえばとウイスキーの町であり、まあ、ウイスキーの原料となるそういった作物を作っている町、まあ、リンゴとかもそうですよね。まあ、そんなような物語が、まあ、何年か前にあの NHK の朝の連続テレビドラマ小説でも取り上げられてマッサンというんですけれども、でその頃はね結構ねそうマッサンの町ということで、まあ、一時期ちょっと人気がありましたけれども、まあ、そちらも少し落ち着いたかな。まあでもね、未だにやっぱりそういうのをきっかけにこの余市の街を知ったという方が、まあ、観光でぼちぼち訪れるんじゃないかなと思います。まあ、なんかテレビドラマとか何かの舞台になったとか、まあ、映画の舞台になったとかそういうのでちょっと街が有名になって、まあ、あの大きいブームは過ぎてもその後も、まあ、リピーターの方がぼちぼちいらっしゃるんですね。そういうことってよくありますよね。クマがウイスキーの小瓶を持ったこのモニュメントというのか像というのか、時々ねそういうなんていうかな置物を見かけたりしますけれども、まあ昔の、ね、うちにもあったんですけどね。日課ウイスキーといったら、まああのすすきのの交差点にあるねあの日課のおじさんが結構有名ですけれども、このあの角瓶持ったねあのこの熊の像もなかなか知る人ぞ知る隠れアイテムだと思うんですよ。なんかそれをねモチーフにした噴水がここにあるんですよね。まあ、紹介しようと思ってもなかなか紹介しそびれてたんですけれども、今日やっと紹介することができました。
あとでこんなところにちょっと紐で隠れてますけど、これ2級と書いてます。2級基準点がこんなところにあります。あのちょうどこの熊さんの横にいるんですけれども、でこのねマンホールの蓋っぽいところに書いてあるんですよ。2級基準点平成28年なんちゃらなんちゃらというふうに書いてるんですよね。だから測量の一つの地点としてもここはちょっと重要な役割を担ってるみたいでございます。まあということで、だいたい今10時20分ぐらいで、まあそれでもまだ30分ぐらいはバスの時間までちょっと猶予があるんですよ。どうしようかな。まああそこに行ってもいいんですけど、今日やってんのかな、ちょっと人がいますけれど、ゲートの前に。あ、どうやら入れるっぽいですね。なんか案内の方がいて、あ、今、あ、入ってきました、入ってきました。そう、ここもなんか営業再開したみたいです。もう緊急事態宣言というか、もうしばらくなんか、あそこ、もうしばらくお休みさせてくださいみたいな、そんな感じだったんですけどね。いよいよって感じですね。だからまた、このまま冬になって、緊急事態宣言のようなものがまた出て、やっぱりそうなりましたか、みたいなね。そういうような状況にならなければいいですけどね。どうなることやら今年の冬は。まあということで、ここのエルプラトでなんか軽くなんかつまむものでも調達しましょうかね。よいしょ。まあそこのエルラプラザさんっていうんですけど、エルラプラザさんのところに期間限定でね、今月いっぱいの期間限定でこのねソーラン玉っていうのかな、結構ね小粒なこういったコロッケなんですけれども、なんかぬかにしんの入ったカレーコロッケを、なんか地元のね余市の甲子高校というのがあるんですけども、その高校の生徒さんとね一緒に開発したっていうね、そういう商品だったんですよ。あの390円で、まあ、若干ちょっと高いかなって気もするんですけども、まあでも物は試しということで、あの買ってみました。ちなみにここに、ね、書かれているこのキャラクター、これソーラン節といって余市のマスコットキャラクターゆるキャラなんですよね。まあ、ちょっと柵の上にビデオカメラを置かせてもらって、こいつをねちょっと食べようかなと思うんですけども、ちょっと一旦マスク失礼します。よっこいしょっと。そう、とりあえずね、そうソースもついてるんですけど、まあ最初の1個ぐらいはなんかこのまま食べてみてはいかがですかというふうにねおっしゃってたんで、ちょっとそれに従って1個ぐらいはねそのまま食べてみましょう。私あんまりねソースかける派ではないんですよね。あんまりソースかけないで、割とね揚げ物系でもなんか塩をかけておしまいみたいなこともあるんですけれども、あとこいしょっと。あ、じゃあねこれね1個いただきます。本当にねこんなちっちゃいサイズのねコロッケなんですよ。いただきます。うん、うん、あのシーフードカレーの味がする。ちゃんとお魚の味もするし、カレーの味もして、カレーもねうっすらですけどね、うっすらとしたカレーの味もして美味しい。でそのせっかくだからソースもかけてみようかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとソースもかけてみました。こんな感じで、うん、あ、ソースつけても結構美味しいですよ。ソースの味が、ウスターソースの味がちゃんとして、うん、いや、ごちそうさまでした。ちょっとね、容器捨てるのももったいないんですけどね、せっかくね、このご当地のね、このキャラクターがついてるんですけども。でもね、そう、あの、中ね、ウスターソースまみれになっちゃって、あれなんで、これはちょっとね、あの、その辺のゴミ箱に、泣く泣く捨てます。これ最後にこれ取ってきますね、こんなやつ。これが、これ、ソーラン節って言って、ここの頭がリンゴになってて、で、ここにね、ニシンかな、ニシンがいる。で、ここにね、侍の格好してソーラン節っていう風になってるんですよね。そう、ちなみにこの顔出し看板ありますけれども、このソーラン節くん、余市のいるキャラ。ちなみにそう、この辺周辺の5つの町村の頭文字を取ってファンシーなんていうね、そういう連合をね、ゆるく作ってたりもするんですけれども。まあ、古びだ。赤い川、
ニッキー、シャコタン、ヨイチということでね、それぞれね、こういったゆるキャラがいらっしゃるんですよ。で、今日はその中のこちらのあかりんさんがいるね、この赤井川村に行きたいと思います。その赤井川方面に行くバス乗り場なんですけれども、まあ普段であればこちらの北海道中央バスのこの1番の乗り場から出発するんです。ただですね、来年の3月をもちまして、この余市から赤井川に行くバスが廃止になるみたいで、まあそれでまあ住民の足が失われてしまうということで、なんか4月以降はそう赤井川村が運営するそういったコミュニティバスをね、ここからね発着させるみたいです。で、その実証実験として、そう今月10月と2021年の10月と来月2021年の11月一旦中央バスはお休みしまして、町のこれですね、あ、ちょうど乗ってましたね、この赤井川村地域公共交通実証運行バス、こちらが2ヶ月間にわたり運行されるという形になります。で、私はですね、今日これのこれですね、10時55分余市駅前発のこの道の駅赤井川駅にこれに乗りまして、とりあえずはその赤井川村の中心部に行ってお風呂に入ろうかなと思います。で、その後だいたい2時間ぐらいしたら、この13時15分発のキロロリゾート行きっていうのが同じようにやってくるので、それに乗って今度はこの道の駅赤井川まで行きます。で、また2時間ぐらい時間あるんですけれども、で今度はこの道の駅からバスに乗って、で余市のここに戻ってくるのが16時47分、だいたい6時間ぐらいをかけて赤井川に行って帰ってこようかなというふうに思っております。で、赤井川方面の他にもこちらの余市瞬間線の試験運行というのも10月の期間なんかやってるみたいですね。1ヶ月間これは北海道中央バスがやってるみたい。あ、来ましたね、来ました、これです。そう、赤井川村が運営するこの地域公共交通、実際どのぐらいの方が乗るか分かりませんけれども、ちょっとこれに乗って赤井川まで行きたいと思います。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。